それでは最初のセッションのタイトルは JCCI 推進事例ベトナムにおけるきれいな街の促進です本セッションは JICA 上級研究員の足立一郎様をモデレーターとして会場とオンラインのハイブリッドの形式で5名の皆様からご発表いただきますそれでは足立様ご進行をよろしくお願いいたしますありがとうございます えっと、新井さんありがとうございます。今ご紹介いただきました JICA 尾形研究所の私と申します。このベトナムセッションのモデレーターを務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずいってだけなけあの開始の前にえっと Q&A についてなんですけど質問についてなんですがあのこちらのズームでご参加いただいている皆様。 Q&A の機能ではなくチャット機能を使いまして質問の方を寄せていただければと思います。他方であのディスカッションタイムが非常に限られておりましてあのこの時間の中でお答えすることが難しいかもしれません。そのあはまた後ほど共有させていただくことでご了解をいただければと思っております。では時間も限られておりますことから早速セッションを開始したいと思います。まず最初に地球環境部 環境管理グループ次長県気候変動対策室長宮崎より jica が進める jica クリーンシティイニシアティブ jcci とは何かと題して jcci についての紹介を行っていただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あの、先ほどご紹介に上がりました。あのえ jai からですね。地球環境宮崎と申します。あの今日はですね。 あの先ほどのご挨拶はじめとしてその JCII とは何かどういうことが期待されているかというお話はもうすでにあのあったと思いますけど具体的にですねこの JCII でこう我々は何していくのか何を目標に進んでいくのかというお話をさせていただきたいと思いますまずですねあの我々あのジャイクはですねあの途上国で活動しておりますが多くの途上国においてはですね。 やはり環境の対策がなくて、あの工業化、そしてあの都市化が進んで、あの水、大気、土壌等のですね。汚染が深刻化しております。そういったところで人々の健康が損なわれております。jica クリーンシティイニシアティブにおいてですね。途上国の政府の皆様、そして開発パートナーの皆様とともに、あの綺麗な街をあの目標にですね。我々は。 あの持続可能社会をですねあの目指してあの尽力したいというふうに考えております。次お願いします。で、ジャイカのクリーンイニシアティブというのはあの先ほどもお話した通り、まあ各途上国における安全で健康な生活環境にまあ寄与するとともにですねあの持続可能なあの経済成長を下支えすることになります。またコロナ禍においては。 あのエッセンシャルワーカーの,あの皆様をサポートすることで都市機能を維持することにもつながる協力というふうに考えております。またあの、えー、先ほど来ご挨拶にもありましたがあの海洋プラスチック気候変動対策そして生態系保全といった地球規模のです、ね、課題に対しても寄与する活動でありまして。 まあこちらにもあります通りですね、s d g においても、3、6、8、9、11、12、13、14といったです、ね、多くのゴールにも関連することになっております。われわれ2030年までにですね、JICA のクリーンシティイネシアティブを促進しまして、50か国、5億人の皆様の飛躍をです、ね、目標に尽力したいと。 考えておおりまますす次お願いしますそしてなぜ今 JICA のクリーンシティリアシエベティブが必要なのかということをまあご紹介させていただきますがあのやはりあの皆様ご存知の通りですね一部の国におきましては町にゴミが散乱し住民の健康にも大きな影響を及ぼしております。例えばサブサブハラアフリカにおきましては 約70%の廃棄物が適切に処理されずに投棄されている状況でございますそういったところからメタンガスの発生であったり土壌水質汚染を引き起こしておりまして住民の皆様の健康にも大きな影響を及ぼしております、まあ、昨今話題になっております先ほども申しました海洋プラスチックにおいてもです、ね、約8割のゴミが陸域から出てるゴミだというふうに言われております そういった適切なです、ね、あの廃棄物の管理が非常に重要だということでございます。またあのトイレなど衛生サービスが整っていないあの環境に置かれてあの生活されている方も多々いらっしゃいますがやはり生活排水そして、えー、産業排水等の,です、ね、あの汚染によって水質も悪化しております。日本でもあの過去においては水俣病などですね あの重篤で長期的な影響に及んだ事例もございます加えて大気汚染大気汚染も人体に与える影響が非常に大きいです WHO の,の統計によりますと2019年においてはあの約667万人の死因が大気汚染が原因というふうにされておりまして まあそうこういった大気汚染のですねあの対策はあの先ほどもお話ししました気候変動対策にもあの直接影響する課題でございます次お願いしますこのような環境問題ですねあの我々の生活そして地域そして国および地球環境に大きな影響を及ぼしております。 持続的な経済開発の足かせにもなっておる問題でございます。そのために、経済開発発展の活動と同時にですね。環境の対策を行うことが非常に重要でありまして、この対策がですね。あの、遅れることによって、多くの時間と労力コストがあのかかることになります。日本もですね。に1950年代60年代に目覚ましい。 経済成長を遂げました。その一方であの環境への対策が後手に回ったことで、えー、都市の環境は悪化しましたそして1970年代以降はあの法制度の整備地方自治体の方々や民間の方々とも連携して経済開発と、えー、環境保全を両立するあの循環型社会の形成に向けた活動が行われまして今の,あのこのきれいな街。 を実現するに至っております。はい、次お願いします。まあ、こういった日本の経験や我々 jica もですね。途上国であの様々なあの協力経験をあのしておりますので、こういったところを活かしまして、我々はこの2つのですね。あの協力方針のもで途上国の皆様とともにですね。あの対策を進めたいと考えております。 ま、本日時間限られておりますので、例えばということで、あの廃棄物処理について少しお話しさせていただきます。廃棄物処理、我々3段階でですね。あの方針としてあの進めていきたいと思っておりますが、まずはあの処理のですね。システムを確立することがまず重要であろうと収集、あの処分場までの運搬そういったですね。 あのシステムを定量的かつ効率的なあのシステムを作ることがまず大切だと考えております。まあ、そういったシステムがですね。あの、しっかりとあのできた。後には我々第2段階として街中のですね。あのゴミを減らす、そして処分場にあの衛生的にお運びするというところのプロセスに入っていくように考えております。 まあ先ほど来お話ありましたこの 3R ですねあのまずゴミを減らすリデュースリユースリサイクルの,の促進をしていきたいと考えておりますそしてこういった活動がまあうまく進んだ後には我々は第三段階としてあの生産者責任制度であったりあの資源の有効利用を促すことであの循環型社会の転換を目指していきたいと思っております もちろん、あの各国によってですね。あの、その状況であったり、あの対策があの異なるもんですから。あのやはり我々も現地の状況に鑑みて、我々途上国の皆さんと共にあの活動をですね。あの、真摯に考えていきたいと思っております。続いてお願いします。しかし、まあ、こういったあの環境管理の活動を行う際にはですね。まあ、多くのあのチャレンジもあります。 あのこちらあのご覧いただいてもあの分かりますとおりあの技術やあの施設だけの話ではないと思っておりますやはり組織面財政法制度そしてあの社会の,あの認知などが非常に重要と考えております。まあ、途上国の関係者の皆様とともに、まあ、日本および他国で我々が経験した、まあ、知見経験を生かしながらあの未然にですね 汚染を防ぐためのリップロック型の開発シナリオをですね、途上国の皆様と、まあ、しっかりと描いていきたいというふうに考えております。はい、次お願いします。で、今日はですね、あの、後ほどお話を、まあ、聞いていただくことになりますが、まあ、非常にですね、あの、包括的に、あの、プログラムを進めていただいている、まあ、ベトナムのケースとともにですね、続いて。 いのプレゼンンテーション、はい、で続いて、えー、とバングラディッシュのですね、まあ、脱荷死における、まあ、事例を、まあ、午後にですねあのお話を聞くことになりますが、まあ、そういったところの、まあ、素晴らしい、まあ、事例をあのお聞きいただきながら、まあ、JCCIJICA のクリーンシティイニシアティブの考え方 そして、アプローチについてご確認いただいて、我々途上国の方々及び開発パートナーの皆様とともにですね。あの jica クリーンシティイニシアティブを前に進めていきたいと思っております。はい、私の説明はあのこれで終了になりますが、この後ベトナムの事例をですね。皆さんもあのご理解いただくとともに、あの拝聴いただければありがたいなと思っております。以上で、私の説明を終わりになります。 宮崎市長ありがとうございました。あのこれからの報告がこのセッション JCCI ケーススタディプロモーティングクリーンシティーズインベトナムとしてベトナムでの具体的な取り組み今後のチャレンジのプレゼンとなります。ではまず最初トップパッターとしてインスティテュートオブナチュラルリソースズエンドエイムバメントデベロップメントインベットの所長ベトナムアッソシエーションフォースエーブウォーターインエイムバメントアワテンの副理事長そしてえっと前ベトナム天然環境資源省 モンレベトナムエンバラメントアドミニストレーションの局次長でありましたウエン・ティー・ドン様からベトナム・ジャパン・コーペレーション・オン・エンハンシング・キャパシティ・オブ・ベトナム・エンバラメント・マネジメントを題してベトナムの環境政策への非常にちょっといい取り組みそして日本 JICA との協力の歴史そして未来への取り組みについてご報告をいただきたいと思いますではドン様よろしくお願いいたします あの皆様、ああのご来院の皆様、そしてオンラインの皆様。 ラチ様あの、また再会できまして非常に、えー、嬉しく思っております。私はラチさんと一緒にあの仕事をしたことがあって、ラチさんは在、えー、とベトナムに駐在した時に一緒に働いておりました。であの私の、えー、と履歴の紹介、どうもありがとうございました。で私は 環境保全の協力について、日越の日本との協力についてご紹介いたします。で私の あのプレゼンテーションはあの4つに分けておりますがその、まずはベトナムの社会経済発展、えー、と、そして、えー、環境保護のおお歴史、ま、背景について、えー、説明いたしますで。2つ目については、在、えー、家のご支援、特に環境保全に関するあの活動で、そして3つ目については、日越、まあ、環境保全に関する在家の の協力の事例についてご紹介いたします。で、四つ目についてはあの今後ベトナム側があのえっ、ー、とそのあの、えー、留意するべきのことについてです。 であのご存知の通りにそのこのえっ、ー、とこの三十周年の間にベトナム政府はその労働政策を導入いたしましてあのめずらあの結構記録的なあの社会経済発展があの達成できました二千年から二千二十年の二十年間の間にベトナムの一人当たりの GDP は二点七回 増あの増えましてその現在ベトナムの国民の収入は2800ユードルであの貧困国からあの途上国に入りましてあの中程度の,あの所得収入の国に入りましたでそして経済との発展とともにあの都,市化が都市化とあの工業化がとても進んでいまして で次のスライドあでそれであのえっ、ー、とベトナムの2016年から2020年に次のスライドお願いしますで8.2%でその30%を GDP を占めましたでそしてあの現在ベトナムにおいてはあの2020年 全国においてあの2015年と比べて工業団地はあの72箇所増えまして合計369箇所ありました。でそしてベトナムの環境管理においてはあのお、えー、良い成果が得られまして、えー、まずはあの、えー、とおあの環境保護に関して環境保護に関する法制が整備されました。 されまして、例えばあの環境保護法とかそしてあの,海,あの海洋とそして島の環境保護でそしてベトナムのあの気候変動のビジョンも挙げられまして挙げられました。 であのそして、えー、廃棄物に関するあの成果なんですがその具体的については現在、えー、ベトナムの統計によりますとあの都市部の廃棄物の80%から99%ぐらいはあの収集されそして処理されています。で農村地域については63あー 六十三パーセントしかないんです。で、二千二十年までは、あの、現在、廃棄物の処理、あの処理場は。千三百二十二箇所があって、その中、あの、埋立の箇所は九百四箇所で。そしてコン、コンポストの、あの、えっ、ー、と、ゴミ処理構造は三十七箇所で。そして、あの、焼却場については、焼却の。 施設については箇所ですで2020年まではあ各あの中央病院の100%はその、えー、と分別そして収集ゴミの,、えーの分,えー、分類とそして収集、えー、システムがありましてそして医療排気あごめんなさいあの排水処理システムは現在全てあの90%の,あの工業団地においてはその 処理排水施設がありますであのこの、えー、とこの数十年ベトナムにおいてはあの経済あの社会経済発展の成果が得られるとともにその環境保護についてもいくつかの成果が得あの。お 挙げられましたで私たちはこれまであの日本政府そして在家からのご協力ご支援はとても重要でありましてあのたあの多様な活動など活動を通してベトナム政府ベトナムの経済発展に貢献できたと思います。であの次のスライドについてははこれは財家あ 環境,管理環境管理における在庫のご協力とご支援についてなんですけれどもまずはあの、えー、と政策システムの整備とそして人材,、えー人材えー、育成でそして あのえー、と水環境保護の能力強化とそしてデータベースと持続あの排水管理とそしてあのその廃棄物の管理とそして森の開発とそして保護で気候変動とか最近はあの循環経済とそして あの環境の研究などの活動があります。で、次のスライドお願いします。で、先ほど説明したとおりに、在家の最も重要な活動というのは、あのえっ、ー、と、えっ、ー、と、 環境保護政策の整備についてに対して専門家を派遣してベトナム側を支援してくれました特にベトナムに専門家を派遣したあに研修とかそしてワークショップセミナーなどを通して日本の知見とそして日本の経験を共有してくれました特に2020年ベトナムの環境 保護法の改定について非常にあの助言してくれましたのであのおとてもありがたい活動です。で えー、そしてですね在下の,あのご支援とご協力のもとで、えー、ご協力を通じて2020年ベトナムの環境保護法は新しい、えー、あの内容があの追加 されまして特に国際インテグレーションの過程に適切な内容適応の内容も言及されましたで例えば投資案件の環境分類に関する各指標の補足とかそして EII 各事業の環境影響の評価などですでそして 地方が担当するべきの内容とか、そして廃棄物の管理についてもあの具体化されまして、その環境保護ライセンスとか、そして ERP、つまり生産、生産、うん 工場とか生産者の責任についても言及されました。で、そして、あの以前、えっ、ー、と、推奨されたその 3R のことは、今、法律化されて、まあ、つまり、えっ、ー、と、ゴミの分類については、分別については、法律化あの、法律化されています。 でそして、その新しい保護法、環境保護法の中にも、あの環境の監査とか、そして気候変動とかあの、二酸化炭素の市場の開発とか、そういう規定なども追記されました。 2つ目の在家の重要なあ支援なんですがその人材育成の支援です。でえー、各研修勉強会、えー とかそしてほ、まあ、ベトナム国内の研修、本邦研修を通しまして、ベトナムの幹部、そして中央政府関係、地方政府、そして各企業の管理者とか研究者も、あのこれらの研修と、そして勉強会を通しまして、能力が強化され、そして環境の管理とか、管理のスキルとか、 そういうことも改善されまして非常あの現在、その人材の皆さんはあのベトナムの環境保護環,、まあ、環境の、えっと、管理に重要な人材になっています。でえー、そして あのベトナムの,あの水環境とか廃棄物の廃棄物管理に関するプロジェクトはあの在家の支援がありまして結構ありますあのたくさんの事業がありますがそのいくつかの事業のみ言及いたしますでそのベトナムの,あのバスの,あの能力強化のプロジェクト そして、えーと、ベトナムの門あのお管理能力強化。 とかで特にあの、えー、と水環境に関するあの能力強化の案件を通しましてその管理職、そして研究員の皆さんの,あの研究能力とかそして環境管理の知識と能力が構造されました。であのえー、と同様に、えー、その 生活の廃棄物の管理のいくつかの事業も在家のご支援を通して実施されましてそのハノイ主催のハノイがオーナーとする 3R の案件も実施されましたでそして、えー、あのベトナムの建設省が管理す建設省と一緒に協力するあの廃棄物の管理の事業とかも ありましたでこれらのプロジェクトを通しましてベトナムのベトナムにおける廃棄物の管理に関する政策が整備されまして実際に導入、えー、あの施行されていますでそして、えー、あの廃棄物の汚染については現在ベトナムの,あのホットニュースになっておりまして、えー あの在家のご支援、えー、を通じて、えー、ベトナムにおける廃棄物の管理に関する規定とかそして基準、えー、などが関係していま 改定され、そして具体的具体化されましたで。特にその日本の経験とか国際などの経験なども、あの財官のご協力を通しの活動を通しま通してベトナム人の皆さんが身につけることができました。 でえー、そしてあのグリーンのセクターについては現在,、えー、あの現在にあたってベトナムも在家からあのご支援がいただいておりますで特にベトナムの農業農村開発省と一緒に協力してあのその植林の案件とかそして植林の開発などの案件があって。 案件が実施されまして、あのそのベトナムの,、えーとあの,えー、あのベトナムのコミュニティに、コミュニティベースの,あの、えー、と環境の管理とか、そしてその,あの植林の保護が改善されました。 でえー、ただしあの、チャレンジについてもに直面しており、にも直面しております。で、現在、あのベ,トナムのベトナムは廃棄物に直面しておりまして、特にあのコロナ禍の、この2年間のコロナの状況で、あの廃棄物があのどんどん増えております。で、そして現在、ベトナムの、あの あのベトナムの廃棄物の量があのとても多くてその、えー、と皆さんもスライドで写真を見ているとおりにそのお病院の廃棄物とかそして農業の廃棄物とかそして農村の廃棄物とかがたとてもあってその、えー、廃棄物のそり場のところおにあの半端の車がなかなかアクセスできなくてあのなかなか汚染 されている、まあえっと、匂いがついているためその皆さんはあの、えっと、トラックが、えっと、処理場に入れないようにストライキをやっております。 であの時間が限られておりますのであのちょっと最後のスラ,イドをスライドを説明したいと思いますがその、えー、とベトナムの2020年の保護法についてはあの今後その環,境の環境においてその経済のツールの開発を維持するとともに廃棄物そしてあの特に都会の廃棄物のコントロール とそしてあのお環境のお地域の分別とか、そしてあの環境の負担の評価とか、そして CRT、えー、の,お CR T のおプラスチックの減少とか、そして、えー、とエネルギーに切り替える廃棄物の処理とか、その、えー、環境のライセンスと EPR と。お あのなどのことが今後あの重要あの重視しなければいけないんです。でそしてきれいな環境2045年まできれいな環境、環境冷生活そして工業開あの精神 工業発展国になるためにはベト今後、ベトナムはさまざまな政策と戦略とそして活動を導入するとともにぜひ、えー、日本政府とそして在家と他の,ドー,ナーのドーナーの皆さんからご協力とご支援をお,お願いいたします。で次お願いしますで であの私のプレゼンテーションは。 あのえー、とこれで、えー、終了いたしますで15分ぐらいの,あの時間しかない、えー、と思いますが、この15分しかないんですので、その15分の間にあのなかなかあ説明しきれない部分がありますが、あのこれまで在家あと日本政府からのご支援はとてもあの有意義なご支援で、ご清聴どうもありがとうございました。 えっと、近、え、近、え、続いていますので、皆様のご活躍と新年おめでとうございます。新刊もドクタードン。ありがとうございました。えっと、また最初に私の紹介をいただいてありがとうございます。ドン様、今ごし、あの、ご説明があったように、ベトナムの環境政策は経済発展と並行して。非常に大きな、えっと、進歩をしておりまして、その陰に、えっと、ドン様の力添えがありました。サジアイの初期の協力から。 ロン様には多大な貢献をいただきまして今の環境政策環境協力につながっているということだけ簡単にここでご紹介したいと思いますでは今中央政府の環境政策の取り組みというものについてロン様からご報告をいただきましたが続きまして地方省いわゆる地方政府地方自治体の取り組みとして管理省 DPI デパートメントプランニングインベストメントのホールインエコノミックディビジョンの課長補佐であります ミス・チャンタイン・タム様から、イントロダクション・オブ管・カンニン・カコーペレーションとして、カンニン賞のグリングロース・グリーン成長への取り組みについて、そしてジャイカとの協力について、ご報告をいただきたいと思いますあとタン様よろししくお願い,いたします。 あのご来院の皆様、そしてオンラインの皆様、私は、官林省の計画投資局の,あの,えっと局の,そのトン・フク課長でございます。で、本日、私のプレゼンテーションについては2つの内容がありまして、その官林省におけるあの日本の各自治体との協力と、そして、官林省におけるあのグリーン成長の プロジェクトについて説明いたします。で、そしてあの皆様もご存知の通りに、あの関連省はそのベトナムの東北に位置しておりまして、その人口は138万人で、そして中国との補強もあの長く であのえー、と長くて818キロぐらいがありますで、えー、中国あのそして、えー、ベトナム中国との国境もお以外にその、えー、海岸も長いんですでそして歓、えー、林省ご存知のとおりに歓林省においてはハラン湾の,あの世界遺産があります。 であのその還元省においては、環境、多様な環境の,あのモデルがああの発展されていまして、えー えー、そしてあのこれらの,あの文化とかそして観光を踏まえて、か、え、ん、ー、省の特徴的な環境がありますで、えー、毎年、関連省においては1400万人の,あの観光客を迎えておりますで、あの関連省においてはあの資源と鉱産がとても豊富でありまして、えー、そして、 現在、その関連省においては電気とセメントの消費も結構多くあって、そして火力発電とそしてセメントの構造もあります。で、港についてはの関連省に深い港があって、海連とか混乱などの港が。 えとその、えー、と2万トンの,あの船を受ける2万トンから5万トンくらいの,あの,みあの船を迎えることができます。で、えー、そしてあの環境の,あの国境のゲート、国際ゲートもありまして、現在、管理省においては国 あの国境の経済区が3箇所がありましてその「関連省」の輸出の「の輸出」の総額は。 5432ミリオン US ドルです。で、その2010年のまでは、あの、関連省は基本的に鉱山とか石炭あとか、あの、えーと火発うえーと、火力発電などに基づいて発展しておりましたのであの、なかなか汚染の問題が直面しておりました。2011年以降は、あの、関連省は、 えー、BCG とかあのミック・キンシーとかあのアメリカのミック・キンシーとか日経、えー、設計とか日本公営と一緒に協力してあの社会経済開発のマスタープランの整備いたします開発いたしました。で、えー、とこのマスタープランに基づいてあの3つの,あの戦略が導入あの、えー、限定 制限されましたけど、そのまずはインフラ整備と、そして2つ目は政策改革とか、そして3つ目については人材育成、特に行動の人材育成です。で、そのまずは二つ目に、1つ目についてインフラ整備については、現在、官臨省から、特にハラウンからハイファンまでの高速道路が整備されまして、他の官臨、えー、省の中心から、 国境までのあの高速ローも整備されました、されましたでそしてえっ、ー、と事務の改革とかそして政策の 投資環境の改善についてはあの各、えー、と手続きのカットとかそして電子,のあの電子政府の整備とかそして IPI 促進センターの設立なども実施いたしましたで結果としてはこの PCI が非常に改善されまして4年間あの 4,、えー、と4年間連続であの えと1位になっておりましたで、そして、えー、とパピー、ーつまりあの地方政府に関する事務の評価の点数なんですけれども、あの2021年は1位になりました。で、これまで、あのえっ、ー、と、で、 でそして、こ、あの年、ー、賞の GRDP2010 年から2015年については、えー、7.08%、えーえー、ですで。そして、えー、2021年の,の、えー、GRDP、えー 1>, 1人当たりの,の GRDP は7614米、えー、ロールでありましてそのベトナムの国民の全国の平均の収入の2倍、えー、となっております。でそしてあのこの経済の切り替ええー、つまり高産工業からサービスとそして製造に切り替えることによってあの現在管理人省における FDI はあの 10ビリオン US ドル以上となっております。で、あの経済の発展とともに、現在、環境汚染の特に水の汚染とか、そして廃棄物で、そして あの騒音のことがあの,の問題があどんどん進んでいます。で特にあの現在、ベトナムの国民、まあ、関連省の市民の皆さんの知識、えー、と認意識と認識があのまだ限られていまして、各規定とか罰則に関するあの体制がまだ十分に施行されていないので、皆さんもまだそういう習慣が持っており、結果として、あの質 土壌廃棄物などが深刻になっております。でそして あのえー、この数年間において、あの関連省は日本のパートナーはとても重要なパートナーでありまして、その市場日本の通常の市場ではなくて、あのその今後の発展にもあの、えーとえー、貢献できると思います。私たちは静岡県、えー、静岡県と鳥取県と堺市、北海道、東などと、あの 協力しておりますで、並びに日本政府は管理省の,の ODA 分野において大きな援助ドーナーとなっております。で、2015年から省において6プロジェクトがありまして、その 3500ビリオンドン、つまり、えー、と1億4500百。1, 500万米ドールぐらいの金額ですで。これらの各プロジェクトはハラン1の環境の管理の能力が改善され、そして認識も改善されました。で特に2016年から2019年においては、在家はあ 官林省ハラン1のグリーン成長を促進のプロジェクトを支援してくれましたで。このハラン1におけるグリーン成長の促進に促進を通して各重要な分野の持続可能な発展とそして環境,の環境の開発の政策の導入が実施されます。でこれはあの この小のグリーン成長の計画を通じて、グリーン成長とそして持続可能な発展が維持されます。 でそして政策としては私たちは管理、えー、省の環境保護基金が設置されそして、えー、あの規則もそうあの策定されましたでそして省エネルギーの管理の推奨については私たちはあの そうにおいて6箇所においてあのおその、えー、と総エネルギー、えー、と効果にエネルギーを使用するライセンスを承認の,のライセンスを発行いたしました。で、えー、そしてあの私たちもあの 私たちもあのこの観光,に、えー、と観光にかかっている船の,あの各,、えー、とあのか各うその、えー、観光にかかっている船に 参加している各船に関してそのブルーセールというスタンプを発行いたしましたでえつまり各船は各観光の船はこういう事業に参加するためにはあの29指標とかそしてあの29指標を導入しなければいけなくてでそれを実施されたらあの、えー、とそのスタあのスタンプが発行されます。 でそして私たちも。 あのこれまでグリーン成長に関するあの、えー、と白書を発行いたしましたで。2017年、2018年、2019年の3年間でその白書、グリーン成長の白書を、えー、と出版いたしました。でこれもあの、えー、と各教育局と一緒に協力して、その学校にこのグリーン成長を の内容を育成しております。で、えー、このあのプロジェクトが終了されたああ終了した後、関連省はこれらの成果を維持するためには。 あの具体的なあの省の活動につなげるために各決定を出しまして、関連省における2020年から2025年の,あのグリーン成長の促進を促進するためにはあの3つの活動を挙げております。でまずはあの省の環境保護基金を えと持続的に継続的に使用すると、で、見つ目についてはあの各、えー、グリーン成長の活動を実施するために各、えー、関係組織においてその予算をあの配分毎年配分しています。でそしてあの私たちも、えーと 各グリーン成長の指標を達成するためにあのこのグリーン成長をあの省の各文省に導入しておりますでその持続可能なあ環境発展については現在省はあの在家と一緒に協力してその,あの、えっと、エ,エコ環境 をハイハー軍海進のコミュニティ導入しております。でそしてグリーン成長の認識の向上の目標については、私たちはあの2019年まで3回そのグリーン成長の白書を出版いたしましたで。そして現在、私たちは在家専門家と一緒に協力して2020年の,あのグリーン成長の白書をあの。 準備しておりますで私たちもあのえー、と款林省においては2 0 2 4年から2030年の間にあのその えとベトナムにおけるグリーン成長のリードの地方としてあ位置づけそしてあの生産、うん、拠点と製造拠点とそして、えー、あの行動技術の,あの製造センターを目指しておりますであのこれらの各活動を維持するためには維持するそして展開するためには あの私たちはあの、えー、と各活動と取り組みを導入するとと,ともにあの国民、市民の皆さんの知識の、まあ、認識の改善も必要だと思います。でそして私たちもぜひ あのえー、これから、えー、日本、えー、政府とそして在、えー、家,家からのご支援、えー、などのご協力をお願いいたしますで、えー、この場を借りて私は管理省の,あの計画投資局を通しましてあの日本政府、在家東京、在家ベトナム滋賀県などそして在家専門家の皆様にこれまでのご協力とご支援とご指導に対して感謝を申し上げます。ご清聴どうもあり ありがとうございました。で、新年おめでとうございます。田村様ありがとうございます。新化むん、あの地方省のこの姦、人賞の取り組み、本当に素晴らしい取り組みというふうに考えております。で、今まであのベトナム側の取り組みについて、中央政府及び地方自治体、地方政府の取り組みについてご紹介をいただきました。あの。 もうすでに中央政府においてはこのクリーンシティインシアムにつながるような形で環境保護法が2020年に改正されて実は冒頭、竹本理事長さんからも話があったサーキュラーエコノミー循環経済の取り組みについて取り組んでいくという政策をもうすでに出しています。そそののの上で今まさに管理省取取りり組組みみとしてご紹介があったグリーンシェーの取り組みやそれをどう 具体的に進めていくかという意味で非常に重要な事例ということでございまして JICA としてもこの協力に滋賀県さんのご協力をいただきながら進めていくとそういう状況でございますあのまさにクリーンシティシテムのウェルケースとしてこのベトナムの中央地方の取り組みについては非常に参考になるものと JICA としては考えておることだけ付け加えたいと思います今まであのベトナム側からの報告をいただきましてありがとうございますこれからは日本側の ええっっと、えっと環境省のえっと方それと専門家からご報告をいただきたいと思いますまずは在日本在ベトナムすみません在ベトナム日本大使館ハガ初期官様からエンバラメンタルコーポレーション Between Japan and v e t n a m と題してベトナムと日本の環境分野の協力について特に環境省の取り組みを中心にご報告ご紹介をいただきたいと思いますハガ様よろしくお願いいたします はい、ベトナム大使館の羽賀と申します本日は主に日本環境省がベトナムにて実施をしている環境協力についてご紹介をさせていただきたいと思います私の発表の構成は大きく3つに分かれています1つ目がこれまでの日越の環境教育の歴史や協力の枠組みそして政策対話の経緯について2つ目が各分野におけるま個別の協力についてそして3つ目が民間セクターの協力についてという構成になっております 次のスライドをお願いします。 えまず、えー、本日の発表のキーメッセージを3つ示しておきたいと思います1つ目は、えー、日本とベトナムの環境協力、えー、非常に長い歴史とそして包括的な協力枠組みに支えられています、えー、多くの具体的な案件がこうしたあもあ経緯に基づいて効果的に実施されているということを1つご紹介したいと思ってます2つ目、えーそ,えー、それは環境省の協力はですね多岐にわたる分野について、えー、非常に包括的に、えー、政策策定から モデル事業の実施そして資金支援まで非常に幅広い分野でそして2国間の枠組みそして多国間の枠組みをさまざまなツールを使って多様な多岐にわたる協力をしているということをご紹介したいと思ってますそして3つ目都市それから民間セクターの参加を促進して中央政府だけではないさまざまなアクターによる協力を実施しているということをご紹介したいと思ってますキー,ノートスピーチでもでもすね 宮崎,様宮崎様から JCCI を進めるにあたって今後5つの課題、つまり技術、資金、そして組織的なオーガニゼーション、法整備、社会アウェアネスといったことを挙げられましたけれども、こういった取り組みを私たちは包括的にすべての課題にアプローチして、きれいな年の実現に貢献していきたいというふうに思っていします。 それではまずはじめに一つ目これまでの日越の環境協力の歴史それから枠組み等についてご紹介をしたいと思います次のスライドお願いしますまず日越の環境協力体制がどのように出来上がってきたのかというところを少しご紹介したいと思いますまずですねえっ、ー、とまあ日越の環境協力の基礎になったのが2004年に始まっ JICA、えー、の環境政策アドバイザーの派遣になります、えー、初代のアドバイザーとしてはですね、当時大阪府立大学教授でいらっしゃった前田康,康明先生がベトナムに、えー、派遣されたのがき 掛けになりますけれどもその後二代目のアドバイザーからはですね私の大先輩でいらっしゃるその大先輩であるまあ方々日本の環境省からの職員が5代続けて派遣されていますまあこうした環境省とベトナム天然資源環境省モンレとの人的交流がですね現在の協力の発展の土台を作ったというふうに考えていますまた環境管理の分野だけではなくて途上国でもその気候変動対策の必要 女性が重視されだした2010年代からは、ですね気候変動に関する専門家も併せて発見されるようになります。えー、こうした人的行為をベースにしながら、えーまあ、あー発展してきたわけですけれども、大きなマイルストーンとなったのが2013年に、モンレと環境省、日本環境省で環境協力のための包括的な協力覚書を締結したことです。同年ににはですね、えー、二国間クレジット制度 JCM も ベトナムが参加していた参加しましたでこういった協力覚えかけを踏まえて2014年以降毎年環境省とモンレの間では政策対話が開催されています昨年2021年にはですね JCM の2030年までの延長そして昨年,11月昨年11月にはカーボンニュートラルに向けた共同協力計画に署名するなどまあ両省の協力はますます発展しているというところです。 次のスライドをお願いしますでこれはまあ参考になるんですけども、2020年8月に門弟・チャン・ホン・カー大臣と当時の環境大臣、小泉大臣との間でえ更新をした環境,管理あ環境協力に関する覚書です。でまあ、気候変動、廃棄物、水待機といったものに加えて、新たに海洋プラスチックごみに関する協力も追加され、えますます幅広い内容でえ包括的に協力をしていくということになっています次のスライドお願いします。 で毎年実施している政策対話になりますけれども直近では昨年11月に陳首相が訪日された際にモン・レ・ハ大臣も来日されましたでその際に環境山口環境大臣と対面で政策対話が実施されましたコロナ禍において非常に久しぶりの対面での政策対話となりましたけれども非常に有意義な政策対話を実施することができ2050年のカーボンニュートラルに向けた気候変動分野における共同協力計画先ほども申し上げましたけれども これに両大臣が証明をして両代両首相の前で文書交換式を実施するなど大きな成果が残せたと考えています。次のスライドお願いします。で、まあこの共同計力計画に基づいて早速ですね第1回の合同作業部会が実施されて気候変動の分野でですね今後どのように日越で協力していくかについて議論がされました。次のスライドお願いします。 で、これ以降はですね、えーと、具体的な協力プログラムについて簡単に紹介をしていきたいと思います。次のスライドお願いします。まずはですね、まあ、これ環境省の授業ではないんですけれども、先ほどもご紹介した JICA による環境政策アドバイザー、それから気候変動に関するま技術協力プログラムの紹介となります。えー、とまご案内の通り、えー、環境省からも専門家を派遣して、えー 両国の環境協力の基礎を作ってきたということ、そして、まあ、最近で言いますと、ですね先ほど、えー、ドン様からのご紹介にもありましたけれども、2020年の改正環境保護法、それからそれに関連する政策、政令、えー、策定にですね多くのインプットを残すことができました。<laughs> まあ、それれ以外でもでででもももすすね、えー、もう少し細かかいいガイイドラインですとととと通達っったこころもこれまで、えー、ずっと、えーまあ あ、法整備の整備を後押ししてきたということになります。で、まあそれだけではなくてですね。その組織的なあ、何て言うでしょう。包括的なあ能力構築にもつながったという評価もいただいているところです。次のスライドお願いします。えー、さて、ベトナムではですね。あの昨年。 11月,11月の COP26 で2050年のカーボンニュートラルを目指すという非常に野心的な目標を掲げましたこの点について改めてあの、まあ、ベトナムの,この野心的な目標をあの日本としても歓迎したいと思いますし、えーとまあ、日本としても共有するこの目標に対して一緒、えー、今後ますます、えー、その実現に向けて協力をしたいと考えているところです。 で現在です、ね、環境省はこの2050年官房ニュートラルのために長期的なシナリオ作り の支援をベトナムにおいいてて実施しています、えー、日本の国立環境研究所等のチームが開発した AIM というモデルを使って2050年カーボンニュートラルの達成のためにどのようなエネルギーミックスがあ良いのかどのようなエネ,エネルギーミックスがありえるのか、えー、そしてそこに向かっていくためにはどういった経路を歩むべきなのかそしてそれの経済的な影響はどういったものがあるどういったことがあるのかといったことをシナリオ分析を通じて、えーまあ、ベトナム 政府に対ししてて提言をしていますで、まあ、こういったシナリオ分析を通じてベトナム政府が今後政策的意思決定をするのを支えているとそういった支援を実施していますそれから、えー、と実際にです、ね、気候変動対策を進めていくためには目標を立てるだけではなくて実際にその事業者等がです、ね、どの程度、まあ、温室効果ガスを排出しているか見える化していくということがまず最初のステップになるわけです。 日本環境省ではですねそのための支援としてパスティというプログラムを実施しています。 であのこれあのまずダイエットをするために体重計にまず乗るということと非常に似てるんですけども各事業者がどれだけ排出しているのかということをしっかり把握するとでその上で削減のために何,が何をどの程度すればいいのかという具体的な対策を考えていくということにつなげていくということになりますでまさにこの体重計を測定あの提供するというのがこのパスティというプログラムになります次のスライドお願いします で次にです、ね、あの先ほど、えー、お話もありましたけれども環境改正保護国の中でベトナムはです、ね、2020年後半から、えー、国内の炭素市場の運用開始を目指していますで日本環境省はです、ねえー、世界銀行を通じて炭素市場創出のための制度的準備を進めていくための能力開発能力向上事業それで準備事業を実施していますこののようにです、ね、あの2国間だけの協力ではなくて、えー まあ他国間の枠組みを通じた支援も日本政府は積極的に行っています。えー、まあフロンあ次の、えー、スライドお願いします。それから日本環境省フロンに関する、えー、協力も積極的に推進しています。あのフロンというと,、えー、とあまりピンとこないかもしれませんが、実は代替フロンというのは、ね、CO2 の100倍以上のお非常に大きな温室,効果が、えー、温室効果があるとされています。えー、きちんとした管理廃棄がされずにフロン類が 大気中に放出されてしまうということを防ぐために、日本の知見を生かした制度づくりの支援です。とか、実証事案事業の実施をベトナムでも実施しております。次のスライドお願いします。えー、先ほどからも少しお話があ,ありました。けれども、えっ、ー、と日本政府はえっ、ー、と jcm という制度を2013年からベトナムと。お 実施していますで2013年からああ始めて以来これまでにすで、えー、に40件もの案件が採択してきました JCM は、えー、先進的な脱炭素技術のベトナムでの普及に資金的な支援をすることで、えー、こういったことをあの貢献していくということになります、えー、今後はさら、ね、にこれをスケールアップしていくために民間資金による JCM も現在検討しているというところでございます次のスライドお願いします 都市間連携についても環境省としては非常に重視しておりまして、ベトナムではですね、5つの都市間連携プロジェクトが今実施されているところです。日本ではゼロカーボンシティの普及実現のため、官民連携で地域炭素 えー、地域脱炭素ロードマップを策定し、えー、2030年までに100か所での先進的な脱炭素地域を作りそのモデルをですね、ドミノのように、えー、国内各地に広げる予定ですけれども、えー、国内だけではなくて、えー、ベトナムでもこういったことを広げていきたいというふうに考えています。 気候変動だけででなくて廃棄物管理の分野でも日本とベトナム非特にですね日本環境省とモンレの環境総局は廃棄物に関する廃棄物管理に関する合同委員会を2019年に立ち上げており廃棄物政策の策定に関する支援をしていますベトナムの法令それから具体的な基準に対してインプットをしているほか地方自治体への支援ですとか担当官の訪日研修なども実施しております 次,に次のスライドお願いします。えー、と水に関しては、ですね、これも多国間の枠組みである WEPA という枠組みを通じて制度的支援をしているほか、技術移転、それから技術普及のための取り組みとして、日本企業の実証事業等を支援する、えー実えー、事業を実施しています、それから日本の技術である浄化層についても、ですね、普及のせ、えー、支援をしておりまして、ベトナムではすでに1300セット以上が導入されているということです。次のスライドお願いします。 え大気についてはですね、えー、まあハノイなど大都市では大気汚染が非常に深刻になっておりますで、日本がこれまでリードをしてきた三星雨のモニタリングの多国間枠組みである EA ネットですけれども、えー、これが昨年スコープを三星,三星雨から大気全般に広げました今後新たな事業を実施していくことを検討していますこういった枠組みを使いながら、えー、ベトナムでも大気汚染の改善をしていきたいと考えていますさらにですねこちらもえとこ気候変動とえ大気汚染の 双方の対策を進めていくためのコベネ,コベネフィット事業もモデル事業をベトナムで実施しているところです。 海洋プラスチックごみの問題ですけれども、今、世界的に注目が高まっていますけれども、一方でまだ現状の把握といったところは、まだ研究、モニタリングが進んでいません。これについては、日本はベトナムのモンレとともに、モニタリングの共同事業を実施しています。そして、昨年4月には、ですね外務省の無償資金協力により、モニタリングに必要な機材も供与することが決まっています次のスライドお願いします。 次に民間セクターとの協力についてご紹介したいと思います。次のスライドお願いします。あの先ほどの基調講演でもありましたけれども、日本政府は官民連携による環境インフラを普及するためのプラットフォーム JPRSi を2020年に立ち上げました。えー、っと紹介にあの詳細についてはもうすでにご案内ですかと思いますので、えー、割愛させていただきます。次のスライドお願いします。 でえー、と合わせてですね、えー、同様にその官民の連携を促進するという趣旨で日本環境省は ASEAN のさまざまな国々で、えー、2018年から日本環境ウィークというものを実施しています次のスライドお願いします、えー、直近ではですねベトナムで、えー、昨年12月にオンラインで日本ベトナム環境ウィークが実施されました、えーセミナーえー、環境ウィークの一環としてセミナーを実施したり、えー えー、官民連携を促進するためのビジネスマッチングなども実施しています次のスライドお願いします、えーしえー、日月環境教育には約1500人延べ1500人以上が参加したという実績になっております、えー、次のスライドお願いします えーとですね、あのドン様からあの発表にもございましたけれども、ベトナムで課題になっている増加する廃棄物問題への官民連携へのソリューションをしたあ WT 廃棄物発電の事例をご紹介したと思います。これはまさにあの2019年のこの写真が2019年の環境ビ員会の様子になりますけれども、この時に事業案件に至りました。えー、次のスライドお願いします。 環境ウィークの中で、環境インフラ技術とセミナー、ビジネスマッチングなどが開催されておりまして日技術、日本のインフラ技術、それからノウハウがベトナムの自治体や民間企業に紹介されました。次のスライドお願いします えとでその中で、えー、環境ウィークの中で行われた、えー、ビジネスマッチングにおいてですね、えー、廃棄物発電事業に関心のあるベトナム企業と、えー、技術を有する日本企業のマッチングが実現しました次のスライドお願いします、えー、その結果ですね、えー、昨年12月に爆認証で廃棄物発電の事業を発足することができました、えー、日本の技術を使っており、えー、廃棄物を適切に衛生的に管理し処理しかつ逼迫するベトナムのエネルギー問題にも貢献をしております この事業は JCM を通じて資金的にも支援されており事業に,された事業により削減された二酸化炭素の量はクレジットとして日本政府にも配分される予定です。これが環境省と企業の連携が案件形成に至った好事例の1つです次のスライドお願いします。 えー、かなり駆け足でご紹介をしましたが、えーと、本日のメッセージを少しだけおさらいさせていただけたと思います。まず1つ目が、えー、日本とベトナムの環境の協力は長い歴史と包括的な協力枠組みに支えられているというご紹介。そして2つ目が、えー、日本環境,環境省の環境協力はさまざまな分野でいろんなツールを使いながら包括的に実施をしているということ。そして3つ目が、えー、都市や民間セクターの連携を促進し、中央政府だけではないさまざまな、えー アクターによる環境協力を実施していることこういったことを通じて、えー、きれいな街の実現に貢献していきたいと考えています、えー、ご清聴ありがとうございました赤様ありがとうございましたあのまさに JCCI の取り組みに向けて様々なアクターとの連携が必要ということでございましてまあ環境省の前身であります環境庁からすでにもう50年以上えっと 日本では環境政策に関連する知見を環境省が積み重ねている、そのノウハウというものをどのように世界の中で展開し、それをまあお互いにっりより良い SDGs に向かったより良い環境を作っていく上でも、日本環境省がお持ちになっているさまざまなノウハウ知見という、まあ、さらには未来に向かっていく政策というのを伝えていく、そういうことが非常に重要というふうに改めて理解をいたしました。 下水道政策アドバイザー、財家専門家として,派遣,して派遣されております、田本様から、アチーブメント、エンド・フューチャー・チャレンジズ・オブ・コー i レーション・イン・スーリッジ・セクター・イン・ベトナムと題して、まさにクリーン・シティに向けて重要なインフラの一つと考えられます、下水道の推進に関して、ベトナムと日本の協力について報告をいただきたいと思います。田本様、よろしくお願いいたします。あ 皆様こんにちは。私はベトナム建設省に派遣されております財貨専門家下水道政策アドバイザーの田本と言います。今日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。今日はですね、皆様に日越間のですねこの下水道分野の協力のこれまでの実績それから将来の課題についてお話をしたいと思います。 皆様、下水道というふうに聞いてどのようなイメージをお持ちになられますでしょうかおそらく汚いとかです、ね、臭いとかあまり知らないとかです、ね、あまりネガティブポジティブなイメージではなくてネガティブなイメージをお持ちになる方が多いと思いますこのような下水道を含めた環境インフラというのはなかなか途上国ではです、ね、後回しにされがちでありまして導入においてはさまざまな困難がございます。 あのベトナムのです、ね、これまでの経験をお話をさせていただくことで、今後のクリーンシティの実現、それからの他の国でのです、ね、取り組みの参考になればというふうに考えております次のスライドをお願いいたします。<laughs> 今日はあのまずベトナムの現状を述べた後に下水道分野における日越間の協力の実績あの好事例も含めてお話をさせていただきます。最後にクリーンシティン実現に向けた将来の課題について述べたいと思います。次お願いいたします。まずはあのベトナムにおけます水環境の現状でございます。次お願いいたします。 これは首都ハノイ、それからその周辺におけるうー、えー、河川の状況でございます、左側の絵を写真を見ていただきますと、まあ、黒い水が流れております、えーまあ、大変あの汚染されている状況、まあ、このような場所の近くにです、ね、たくさんの人が現在も居住しております。 まあ一方であの一旦大雨が降りますと右の写真のようにえ町をたちまち浸水をするという状況にあります。まあ少しずつ改善されてきておりますが、いまだにこのような状況が多く見られております。えー、次をお願いいたします。はい。 えーまあ、今申し上げましたとおり、まあ、ハノイ含めて、他の都市も含めて、このような状況なんですが、えー、例えばハノイ市内の河川、アンモニアの濃度を測定いたしますと、いまだにですねこの国が定めた基準を大きく超えるような状況が見られておりまますす改善が必要な状況でございいい次お願いいたします。 こちらはあ汚水を処理することで発生するスラッジまあ、汚泥の処分の状況でございます。まあ、下水道の整備の水準もまだまだ低い状況なんですが、下水道下水を処理した後に発生する汚泥、この処分についてもまだまだ不十分な状況が続いております。 円グラフを見ていただくとお分かりのようにほとんどのです、ね、オデーが埋め立てられているまたは直接投棄されているというような状況が見られます、まあ、左の写真のようにです、ね、集められた汚泥ーこれはあの浄化層の汚泥も含まれているとセプティックタンクのオデも含まれていると思いますが直接埋め立てられているような現状が見られます次お願いいたします。 こちらのグラフはベトナム国内で処理をされている下水の量の割合を示したものでございます。えー、青の線、下の線が実績でございますが、現在2020年におきまして、ベトナム国内では約14%の下水が処理をされているということです。赤の が国家の目標になりますが、2025年までには50%、2050年までには100%という目標が掲げられております。まあこの目標を達成するためには、まあ大変あの多くの投資が今後必要になってくるわけでございます。なおですね、この14%、2020年に14%という水準は日本においてはですね。 1970年とほぼ同じ水準でございますまあ、約半世紀前の日本と同じ状況がまあ現在のベトナムであるということができると思います次お願いいたします えー、では日本はどうだったのかということなんですけれども日本の70年代というのはあ今申し上げたとおりです、ねえー、ベトナムの状況と似ているんですがこの写真を見ていただくとお分かりのようにですね現在のベトナムと同じか場合によってはさらに深刻な、えー、水環境汚染を経験しております、えー、この写真を見てですね日本の子どもたちは、まあ、同じ国の出来事なのかということを想像できないかもしれません。 えー、日本は当時、えー、急激なですね都市化とお経済成長に伴ってですね深刻な公害を経験し、えー、現在、ですね、まあ、それを乗り越えてきたという経験を持っております。えー、次のスライドをお願いいたしますということで,、まあ日,本はですね、日本とベトナムは、まあ、同じようなあ状況を経験してきた。 または経験しているということもありますので、えー、日本としてはですねこのようなあ日本のですね経験や知見をぜひベトナムの密環境改善に貢献したいということで、えー、取り組みを進めてきたわけでございます。でこのの他にににもでですすねね日本とベトナムの間にはの下水道にはです、ね 共通点がありまして、まあ、例えばその中央政府、地方政府の役割、まあ、地方政府が月水道事業は主体になるんですが、地方政府がまあ政策、大きな政策を示している、また民間企業が現場ではです、ね、建設や維持管理に携わっている、まあ、このような役割分担は似ておりますし、またあの気候変動をはじめです、ね、さまざまな都市問題を解決する上では、新技術の導入、イノベーションが必要であるという点も共通点だと思います。 次のスライドをお願いいたしますここからはですね、これまでの協力の実績をご紹介したいと思います次お願いいたしますはい、えー、両国間の下水道分野の協力におきましては2010年に日本の国土交通省とベトナムの建設省の間で技術協力の覚書が締結されました 両国とも今申し上げましたとおりです、ね、月露政策の大きな方針は、中央政府が決めているという役割分担がありますので、この覚書が両国間の協力にとって非常に大きな役割を果たしております。現在まで、ですねこの覚書に基づいて、さまざまな活動がなされまして、14回の政府間対話、それからセミナー、研修の実施、それからあの私も含めた専門家の派遣、まあ、私、実は5代目になりますけれども、専門家の派遣も続けられてきております。 次のスライドをお願いいたします、はい、で地方政府の間でもでさまざまな協力関係が構築をされてきておりまして先ほどのご講演にもありましたクアン認証それからハノイやホーチミンといった大きな都市はじめです、ね、このような協力が進められております。 上の写真は横浜市が下水処理場の運営管理の技術指導を行っているものです、また神戸市は、県山省においてです、ね、子どもたちに環境教育の実施を支援をしております、まあ、このような、まあ、ソフト面の活動も中心になりますけれども、地方公共団体、地方政府の間の協力が非常に大きな役割を果たしております次をお願いいたします。 重要なのは、ですね下水道分野の協力で重要なのは、やはりさまざまな主体がですね、さまざまなレベルで協力がなされているという点、一つのセクターだけでは不十分であるという点であります。先ほど述べたように、ですねいろんな役割分担、政府、民間企業の役割分担がある中で、下水道分野におきましては、 政府、自治体、それから企業、大学の関係者によって、2009年に設立された GECAS、グローバル・センター・フォー・アー a ン・サニテーションというプラットフォームが非常に大きな役割を担っております。この GECAS、このプラットフォームを中心に、日本のです、ね、官民のさまざまな主体が一つのチームになって、ベトナムにおいてですね協力を推進しているところでございます次のスライドをお願いいたします。 1、えー、一つ、工事例をご紹介したいと思いますが、えー、ベトナムにおいて推進候補パイプジャッキングという新しい技術の導入の事例でございます、えー、従来はですね左の絵のように、えー、地面を掘ってですね管を下水管を敷設してき、えー、たわけなんですが、えー、写真にある通りベトナムは非常に、えー、交通渋滞が激しい国でございます、まあ、このような国ではですね右の絵のようにパイプジャッキング 道路を掘らずにですね下水管を設する工法が非常に有効であります日本はこの工法の導入に大変協力をしてまいりました次のスライドをお願いいたしますはい。この推進工法のですね導入におきましてもですね今申し上げましたこのジーカス の中にですね、えー、GCAS が重要な役割を演じておりましてまあ、この中にベトナム委員会というものを作って官民の関係者が協力して協力を進めてきましたまあ、例えばの設計積算をするための基準がベトナムにはありませんでしたので、えー、協力をしてですね、えー、この技術基準を作ってベトナム側に贈呈をしたりまた、えー、技術者の工事を担えるですね技術者が少ないと いうことで日越でですね協力して研修を実施し技術者を育成を図ってまいりました。このような成果がですね結実,結実いたしまして現在は在庫の延焼管事業においてこの推進方法が導入されております。次のスライドをお願いいたします。 こちらあのベトナム国内でおける大規模な下水道事業を在家によるですね下水道事業の例でございますまあ、ハノイホーチミンでそれぞれ30万トン40万トン規模のですね大きな処理場が建設されてきております在家、えー、の支援でございますでここでもですね今申し上げました通りパイプジャッキング推進工法が 採用されまして、まあ、交通渋滞の軽減を図りながら、効果的に下水道の整備を進めているという状況でございます。 で今申し上げました、この推進広法の技術基準については、ベトナムでさまざまな経験が得られましたので、改定を重ねております。今後は、ですねこのベトナムで培ったこの経験をもとに、他のですね東南アジア諸国においても、この技術基準の普及を図ってまいりたいというふうに考えております。現在、GCAS の委員会がこの活動を推進しているところでございます。国土交通省も協力をしながら進めているという状況でございます次のスライドをお願いいたします。 えー、まあこのようなですね、まあさまざまな努力の結果、あベトナムではあ多くの日本の ODA による下水道事業が推進されてきたまたは推進中でございます。次のスライドをお願いいたします、えー。ジャイカはですね、えー、まあワールドバンクとともにこのベトナムにおける非常に主要なあ下水道分野のドナーとして、えー、実績を積んできております。 まあ今申し上げましたさまざまな関係者の努力の結果がまあこのようなあの形になっているというふうに思います。次のスライドをお願いいたします。最後に今後の課題について述べたいというふうに思います。よろお願いいたします。さまざまな課題がまあ今後もあるかというふうに思います。ここではあの四点挙げさせていただきました。 まず最初はですね冒頭にも最初の方にも述べた通りまだまだ投資が足りないということです。ODA を活用した投資のほかに今後はですね民間の活力のを探ると可能性を探ることも必要だと思いますしまた、浄化層をです、ね、分散処理それから下水道のような集中処理を組み合わせた普及というものも考えていかなければなりません。ままたた番目に書きました通り 下水道を作ってもですね実際に各,各お家がですねそれにつながないということもございますこのコネクションをですね促進し下水の収集効率を高めるということが非常に重要ですそれから3つ目といたしましてコストリカバリーとともにですねリソースリカバリーを両立させていくということが今後持続可能なですね授業を とすすためにはは重要なな観点でいいかと思います特にあのコストに関しては下水道使用量非常に、えー、まあベトナムでは排水サービス料金というふうに呼ばれておりますけれども、えー、十分徴収できてない状況でございます、えー、日本においてもですね人口減少とか施設の老朽化で上下水道料金を上げなければならないというケースが増えておりますけれども ベトナムにおいてもです、ねえー、まだまだこの料金水準というのは低くて、持続可能なものになってないと思います。えー、ここはあ非常に重要な点であるというふうに思います。また最後にです、ねえー、人材育成、それからパブリックアウェアネスということで、まあ、今の料金のことにも関係するんですが、まあ、人々のです、ね、意識を変えていくということは非常に重要ではないかというふうに考えております。 まこちらはの私まあ個人が考えるまあ今後の,あの望ましい姿、資源循環の姿であります。えー、先ほどオデーの処分が十分ではないというお話もしましたけれども、オデーはまあバイオマスであります。えー、うまく使えば肥料になったり、またはエネルギーとして再利用することが可能です。またた処処理理場で処理した水は 農地に還元すればですね、水を有効に使うこともできます。まあこのようなですね、サーキュレーションは今後の SDGs の達成、それから在火のクリーンシティの達成に非常にいい効果を発揮するものではないかというふうに期待をしております。次お願いいたします。ということであの最後あのまとめになりますけれども、まあクリーンシティの実現に向けて。 はですね、えー、今日ご紹介しました通り両国間の長い期間のですね信頼関係パートナーシップが非常に重要であるというふうに考えます。またあさまざまなレベルの協力、それから一つの目標に向かって共同するということがベトナムの大きな教訓ではないかと思います。 最後にご紹介した理想的なまあサーキュレーションをまあ実現していくためにはですね。まあ、ベトナムというのは非常に可能性を秘めておりまして、これからあのインフラを新しく作る段階にある国です。これは他の途上国も同じだと思いますが、まあ、このような国においてはですね。全く新しいインフラ。あのイノベーティブでサステナブルなインフラを作るチャンスが。 あ、ると思います。えー、まあ、このような観点を踏まえてですね、クリーンシティの実現に、まあ、私もベトナムからですね、えー。貢献をしていきたいというふうに考えております。え、長くなりました恐縮ですが、あ、以上で私の発表を終わりたいと思います。ご静聴ありがとうございます。あ、田本さん、ありがとうございました。あのー。 ご報告の中でもご紹介ありましたが、多摩専門家の派遣には日本国土交通省のご協力いただき、まさに今まで国交省が展開をしてきた下水道の展開というもののノウハウをベトナムの中で展開していく、そういった形の協力につなげているという点では、先ほど申し上げた芳賀様、環境省、国交省、さまざまなアクターを巻き込みながら、えっと、ベトナムでの協力、環境分野の協力を行っているという状況について、皆さんもご理解をいただけたのか。 思っておりますあと皆様4名の皆さん本当に報告ありがとうございました、えっと、冒頭に宮崎が申し上げたクリーンシティに向けて今いただいた一つ一つの報告が重要なモデル事例となっていると改めて私も感じております。で今後の発 <laughs> テキナテンに向けて、今からあの10分、あのディスカッションセッションというものが10分だけ用意されていて、まあ、ほとんど時間はないという状況なんですが、改めて登壇者、ご発表いただいた皆様に、以下の2つのことについて伺いたいと思っております。1つ目は、 それぞれの報告の中でもまあ、ベトナムの環境政策内社環境分野のクリーンシティへの実現に向けてまざまな一つの様々な課題が述べられていたと思っています今後このクリーンシティイニシアチブというまあ若干野心的な目標の実現に向けて特に重要だと考えられる点また課題と思われる点について少し伺えればと思います 2つ目は、これらの課題ないしは重要な取り組みについて今後、ベトナム日本の協力で求められることまた、まあ、より具体的な話として日本の技術や今までの政策経験について展開していくと面白いねは面白いと思,え思われることについて少しアイデア、お考えをいただくことは可能でしょうか。 あのそれぞれ時間もありませんので、まあ、1つ目の質問、2つ目の質問どちらかでも結構ですし両方合わせた形でも大丈夫です。えっと、1人2、3分ずつとはなるのですがこれらの質問について、えっと、それぞれご、えっと、報告いただければと思います。では報告の順番に従ってということでまずドクタードンさんの方からお願いできますのでしょうか。よろししくお願いいたします 荒地様どうもありがとうございました。で、えー、あのあの税 c c i については税 c c i については非常にあの重要なアイディアでありまして。 あのアイディアでありまして私はとてもあの歓迎しておりますでそして、えー、このおきれいな町を目指すためにはベトナムにとってどんなことが重要なのかそしてどんな課題があるのかと説明いたしますとあの現在ベトナムはあ、えー、とまだ途上国でそして社会経済、えー、が進んでおりあのきれいな町をあの実施するためにはまずは えーとその政策策策定、えー、と完成がとても重要でありましてその政策の中には経済発展とともにそしてあのそして環境保護のことで例えばあの 例えば、都市、まあ綺麗な街といったらそのまずはゴミのことがとても重要であります。で、例えばハノイと他の大都会のところにおいてはあの、えー、とゴミの分別、収集とそしてもう一つはあのインフラ整備の 交通のインフラ整備とかもとても重要でありましてそしてあのこのインフラ整備とともにその、えー、と交通手段のこともあの大事で、えー、あってで例えば あの公衆の交通集団、あパ,ブパブリックの,あの交通集団の整備と開発がとても重要です。でそして先ほど私もあの、そして皆様が発表したとおりに、あの排水廃棄物のことはあのとても重要です。 で特にその新近代的なテクノロジーを導入してできるだけそのゴミの量をえっと減少することを目目指したいんですで例えば例えばそのゴミの ゴミ、えー、を減少するためにはその発生するところから分別してあの分類して、えー、できるだけリサイクルとかあのそして適切に処理、えー、あの処理されるように。えー こういうあのごみの、まあ、廃棄物と排水管理についてはそのえ政府の政策とそしてあの住民政,策政,あの政府の政策とそしてその地方の,あの規定とかそして住民の認識もとても重要で あってその皆さんもできるだけその改善その習慣を改善するためにはあの協力あ、えー、その教育と啓蒙が必要です。で、えー、そしてあの都市部においてその、えー、都市部においてはそのえっ、ー、と えー、結構あの建設まあ、建物が建設されていますけれども、それも適切なあの建設などの規定があれば、あのこの綺麗な街を実現できるではないかと思います。ちょっと時間がないので、私は回答はこれで終了させていただきます。ありがとうございます。あのすでにベトナムの中においては環境政策という言葉もありましたが、あのまさにこのクリーンシティに向けた様々な条理的な政策については、脳の取り組みを始められている。 そしてゲフィード分野含めて、廃棄物分野含めて、まだ課題あるものの、それを取り組んでいくということについて、最重要課題としてもきちんと捉えられているというふうに、改めて今、ドン様の説明を伺って、あの感じあの考えておりますそれでは続きまして、すみません、えっと、剥がし書記官様の方から、えっと、よろしくお願いいたします。はい 私の方からは課題についてそのベトナムにおいてはですで、ね、にその大枠な政策例えば環境保護法ですとかそれから2050年に向けたカーボンニュートラルといったところで大きなその方向性政策的な基礎基盤はビジョンというのは出来上がっているのかなというふうに思っています。 とところで課題がたくさん残っってているのかなと思ってます例えば、えーまあ、長期的なビジョンの実現に向けたロードマップの策定ですとか、えー、具体的なガイドラインとか基準の策定、えー、そういったところに関してはですねあの、まあ、私たちのように政府間のプラットフォームを使って議論をしていきながら、まあ、知見の共有ですとか 支援ができていいいけたらいいのかなという,ふうに思ってますそれから他にその実施をしていくにあたって重要になってくるのは技術それから資金的なボトルネックというところもあるかと思いますこれについては、まあ、あの先ほどご紹介を差し上げた JCM をぜひ活用していただくですとかそれから民間セクターとの連携というのも非常に重要になってくるのかなと思ってますそして、まあ、あのこういった協力を深めていくためには、えー、と都市間での、まあ、政策対話都市間連携といったところそれから えっとまああの JPRSI のようなあ民間セクターとの協力の枠組みというのもぜひ活用していただければなと思っております。朝もありがとうございます。非常に重要なご指摘とご提案だというふうに理解をいたしました。あの最後にでは田本専門家よろしくお願いいたします。あありがとうございます。あの先ほどえっ、ー、と私のまとめの中でもお話しし たあ通りなんですがえー、っとまあ一つ挙げるとすればですね、やはりその環境面でも財政面でも両立するような、えー 持続可能なですね仕組みを作っていかなければいけないというふうに思ってますまあ、下水道分野においては特にそれが重要だと思います、えー、れまあのお話ししました通りあの料金が十分取れてない現状がベトナムにはあります、えー、このままではですねせっかくお金をかけて ODA でいいものを作ってもですねそれが適切に維持されないということもありえますでこれを変えていくためにはやはりその お金をかけて目に見えるものを作っていく、パイプやポンプを作るということだけではなくて、まあ、その人々の意識であったりです、ね、その行動であったり、またはその政治的な合意も含めたあ人々の,です、ね、あの合意形成っていうんですかね、環境、下水道に対する合意というものを作っていかなければならないと思います。これはあの時間と教育があの必要だと思いいます短期間にでできるものではあのないと思います。 あのな,なぜならばこうい,うもこういったものは目,目に見えないものだからです、あのパイプとかポンプは作ればあの目,目に見える形で残りますけれども、こういったあの人々の行動とか、あこういったものはです、ね、目に見えないです時間と教育が必要だと思います。したがってです、ね、JICA の,の,あの、まあ、強みでもあると思うんですけれども、この長い間の,です、ね、あの人的なです、ね、協力、まあ、こういったものが今後、ますます重要になっていくというふうに考えています。 おさ、まありがとうございますもうあの。まさに今、このセッションでのまとめという形での,あの今、ご提言だったというふうに理解しております。まさにその s d g c につながる部分、デサーキュラーエコノミーにつなげている部分は、今の社会のトランスフォーメーションといったところが要求されているというふうに、財韓の方でも考えております。そこにおいて人々の意識をどういうふうに、そのクリーンシティへの部分にきちんと向けていくのか、それが今、田本様からも話があった、サステナブルなものの、まあ、こういう下水道でありますとか、 重要な環境インフラをどのように維持をしていくのか、そこにお金をどう回していくのか、という意味でのその意識をどう高めていくのかというところが改めて重要なのではないかというふうに、まさに現場で下水道の協力、下水道で日本の展開をされてきております、多摩様の言葉として非常に重要なご提言というふうに理解をいたしました。本当にあありがとうございますあの 今まで 4, あの4名の報告、あすみません、ミスタ m さんのほうはちょっと、えっと、要件があるということで、今回このディスカッションまでおられないということで、すいませんご参加方の方から、えっと、ディスカッションの中でのコメントをいただいたということで、この場でちょっとご報告をさせていただきます。もう皆さん 本日はありがとうございましたえっとまさにクリーンシティへの取り組みは SDG につながる重要な取り組みというふうに考えておりますで、まさに皆様の本日の報告を伺いこのベトナムへの取り組みというものが一つの大きなモデル事例になっていくというふうに改めて感じている面と今後ステップアップしていくためのチャレンジもあるとそういうことが極めて重要であるというふうに感じておりますで、ベトナムと日本の協力というものの成果というものを 他の国にも展開していく、そういったところも重要なのかなというところを改めて、えっと、感じておりまして、そういったところについては、今日ご参加いただいて、午後、午、え、後、っと、こ後こ、おここ聞きいただいた皆さんにも伝わったのではないかというふうに考えております。 登壇者の皆様、本日は誠にありがとうございました。また、あの、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。これで、このベトナムのセッションを終わりたいと思います。どうも、よろしくお願いいたします。では、司会の渡井様に、マイクを戻したいと思います。本日、ありがとうございました。新家門、徳太門さん。はい。ご登壇の皆様、ご参加の皆様、誠にありがとうございました。